ボレーは軸足がとても大事なので、最初のボールも、まあ、ラケット準備しますけど、同時に右足の踏ん張りもないと前に行けないですよね。ボール来た、まあ、ステップします。ラケット、体の向き、軸足に体重かける、これをしっかりやる。そしたら前に出やすい。この準備を結構怠りがちなんですけど、なるべくステップ、パッ、右足に乗せる。で、そのまま打ってもいいし、こう打ってもいいので、なので、まあ今は簡単なボールなので全部乗せましょうって感じでいいんですけど、まあとにかく右にしっかり乗せて左で、2球目も右左っていう風にやると、まあ、より実践的、緊張しても一応足は動くっていうことを覚えているわけなんで、手の動きっていうよりは足の動きでボールを運ぶっていうイメージで、ちょっとしばらくデュースサイドで、結構あの極端にミスしてもいいんで、はい右、はい右左、そう、はい右左、右左、そう、ラケット振らないように、そう、はい右左、そう、右左、はい右左、そう、はい右左、はい右左、そう、はい右左、はい右左、そう、はい右左、はい右、そうそう。で、右足が遅れると当然こうなっちゃう。右足をパッと早く準備、右、そう、右、そう、